曜日の夜いかがお過ごしですか。横澤夏子でございます。すっかり秋ですね。もう涼しくなってまいりました。もう衣替えの季節もありまして、うちの子の、保育園は年から年中半袖で来てくださいっていう保育園で、本当かって思いながら、去年真冬の冬の日もね半袖で行ったんですけど、やっぱ子供は風の子すごい元気なんですよね。そして野球も盛り上がっております。うちの夫がね野球大好きで見てるんですけど、私はというと、えこれどっちが勝ってるのとか、えこれ今どうなってんのとか、そういうねもうやかましい女をやっちゃうんですよ。もうで今見てるんだよとか言って、いや見てるんだったら教えてよっていうことをねずっとちゃちゃを入れながら、うちでもね野球見てますけれども、でもやっぱりこの季節ですからね、この涼しくなってちょっと網戸にしてなんか外の空気を感じながら野球を見るってすごい風物詩、いい季節になってまいりました。この番組は自分にと季節にとってとって自分にとって社会にとって地球にとって大事なことについてお話をしていくというコンセプトで、さまざまなことをお話ししていきます。番組後半は今回も三井不動産ワールドファーム総務経理部長石井雄一郎さんをお迎えして SDGs に関するお話を聞いていきたいと思います。というわけで横澤夏子、それ大事なことでございます。最後までどうぞお付き合いください。FM93AM1242 日本放送からお送りしている横澤夏子、それ大事なことでございます。ちょっと今日のねトークテーマは最近の悩みっていうねことをお話ししていこうと思うんですけれども、またね私の悩みというと今やっぱり子供の悩みになっちゃいますね。でその上の子と下の子、今2歳半と1歳なんですけど、まあ、2月に3歳になる子なんでもうすぐ3歳って感じなんですけど、もうね喧嘩するんですよ。そのいやいやこの世代から喧嘩するのっていう、やっぱ物の取り合いをすごいするんですよね。でやっぱ大体が上の子がやめてって言ってレロレロしないでって言ってるんですけど、下の子はまだベロベロしたくてしょうがない。上の子のもう大切なおもちゃを片っ端からダクダクよだれもベロベロにしていくんですよね。確かに私も大事なものをベロベロにされたら嫌だけど、でも下の子の遊びが今それだから、やっぱ上の子からすると、長女からするともう許せないみたいな、なんで食べるんだみたいな、食べちゃダメみたいな感じ、すごい大きい声で怒ってて、でもうちにねなんかドーナツのおもちゃが5つあって、でそれをお盆の上に乗せて、もう今それが一番お気に入りのおもちゃなんですよ。でそれをこうやって運んで、ドーナツどれが欲しいですか、どれがいりますかってドーナツ屋さんをするっていうのが今すっごい上の子のブームでやってるんですけど、下の子には絶対売ってあげないんですよ。もう確実にもう父親と母親、私と夫にしかどのドーナツがいいですかとか言って、ダメこっち来ちゃダメとか言って、でじゃあ一つだけでもあげてあげてよ、その5つあるんだから一つだけでもどうぞって言って渡してよって言って、って言ってすごいいろいろ考えて葛藤して、でも一つだけだったらって思って一つどうぞってやった瞬間に、下の子が嬉しいってなってもう一つ取ろうとして二つ取ってうわーって逃げるんですよ。でやっぱり今歩き始めたからちょっとね走れるようにもなってタタタタタって逃げて、いやもう下の子も下の子で一つで十分じゃんって思うけど、その隙をねやっぱ上の子の隙を狙っていくっていう、そしてもう1歳にしてなんか上の子の視覚とか知ってるんじゃないかっていうぐらい、なんか見えないなんか背中に立ちなんかスパイのようになんか立ち回って隠れてるんですよね。だからそういうの見るとほんと今後が大変だなって思うんですけど、私もね妹弟といるんですけど、やっぱちゃんと喧嘩してきたし、私の場合はもう独裁政治も本当家来にしてきてましたけど、子供の妹弟のことを、でもこんだけ年が近いとこうなってくんだな、このなんていうか気の強さが確実に私だなっていうのがもうね身に染みて感じて、もう最近どうすればこの気の強さって抜けるんだろうって、でも私の血を引いてるなって思いながら
もうそれが一番の悩みですね、気の強さ。だから私もあの子供2人ももう女たちがねすごい強いんですよ、横澤家は。だからもう夫がどんどん縮こまっちゃって、気の強い3人でわーっていつもやってるから大変ですね。まあ可愛さとね、やっぱ確かに可愛げとね、あざとさをね教えていかないと、確かに。だけど上の子も下の子もやっぱりね、お父さんにはすごい媚び方も分かってる。そのなんかね、ここに媚びとけば大丈夫だろうみたいな、なんかお父さん大好きとか、なんかそんなことお母さんに言わないのにいきなりみたいな。この間もガチャガチャをね、私はガチャガチャとか、まあ元々の横澤家がすごい厳しい家でガチャガチャ絶対やらせてくれない家だったんですよ。だからガチャガチャは誕生日のものみたいな、そのなんか誕生日プレゼントじゃないけど、もう素晴らしいことが起きた時にガチャガチャをやろうっていうぐらいの時だったんで、なんか私はガチャガチャやりたいって言ってもやらないよって言って、ダメだよまた誕生日だねサンタさんに頼むぐらいに感じで私はいつも子供に言ってるんですけど、ガチャガチャやりたいって言ったのがもうしっかり父親の手を握って言ったんですよ、2歳半の子が。うわーと思って、分かってるなーって思いながら、でももうそれで父親もお父さんねやっちゃうから、ちょっと やめてよって言いながら、いやもういいよいいよやらせてあげればいいよみたいな、でだよみたいなの、まあ いろいろありながら、まあ、それが大体なんですけど、あともう一つねちょっとね悩みがあって、それが私その子供の習い事とか、やっぱ東京ってねみんな習い事させてるんですよ。みんな習い事させてるって言い方おかしいですけど、もうどこ行けばえお習い事何してるのとかって聞かれるから、え何にもしてないと思って、でもやっぱりこのご時世やっぱなかなか習い事にね気が進まないというか、まあいろいろとあるじゃないですか、そういう体調不良でお休みすることもなっちゃうしとか、そういうの怖くてできなかったんですけど、コロナで。だけどだったら私が先生になればいいんじゃないかと思って、あのリトミックっていう子どもの音楽教室があるんですけど、そのリトミックの先生の資格を取ったんですよ。で資格を取って、私が先生となって子供に教えようと思って、それもスクール通って先生になって、私がねもうただただ必死になって、本当妊娠中かな、2人目の妊娠中に資格を取って、で家でそれこそね今もうバッチリなわけですよ。2歳半と1歳の生徒がいて、私がリトミックの先生になって、さあ続いてみたいな感じで、もう全然できない。母親は先生になれないんだって本当に。でピアノも買ってしっかりピアノで、さあ次はタコさんだよとか言って、タコ踊りとかってやるんですけど、もう私がピアノ弾く、私がピアノ弾くみたいな、違うお母さんは今先生だからダメとか言って、私が先生、私が先生、全然リトミックできない。もうちょっとね、子どもの年齢がいって先生と生徒っていう役割、でもこれ難しいですよね。母親が先生って意味わかんないですから、もうそこがね、だからそこまで考えてなかったと思って、リトミックの先生難しい。皆さんのねお宅では悩みは何ですか、ぜひ皆さんのメッセージを紹介していきたいと思いますので、どんどんお送りいただければと思います。番組メールアドレスは横澤アットマーク 1242.com、 横澤アットマーク 1242.com、 横澤のスペルは YOKOSAWA です。いろんなお話を聞かせてください。この後は私にとっても皆さんにとっても大事なこと、 SDGs についてお伺いします。それどれくらいガチですか。この時間はさまざまな人にとって大事なこと、 SDGs についてお話をお伺いしていきます。今日もこの方にお越しいただきました、三井不動産ワールドファーム総務経理部長石井雄一郎さんです。はい、本日もよろしくお願いいたします。三井不動産ワールドファームの石井と申します。お願いいたします。はい、石井さん、今日の話題は何でしょうか。はい、今回はですね、前回あまりお話できなかった、はい、SDGs の11番目の目標の、はい、住み続けられる街づくりをについてお話をしたいと思っております。街づくりといえばね、三井不動産さんですもんね。ありがとうございます。お得意ですよね。はい、はい、まあ、そのはずなんですけれども、はいはい、このテーマのターゲットにはですね、2030年までに誰も取り残さない持続可能な街づくりを進めるというものがあります。はい、
持続可能な街づくりっていうことはどんなところに問題があるかというと、なんとなく過疎化した地方のね、街のイメージがありますよね。はい、そうですね。世界的に言えばですね、都市部や一部の荒廃した地域に住まざるを得ない人もまだいるというような現状だったりとか、もしくはその周辺の地域含めて環境の悪化という問題もあります。で、横澤さんのおっしゃる通り、はい、地方や農村部にも、例えば過疎化とかそういった問題もありまして、これ実質的に都市部と抱えている問題っていうのは、そもそも違います、はい。で、未だに世界ではですね、都市に住む人がどんどん増えてまして、はい、世界人口の半分以上は都市部に住んでいます、はい。で、その傾向はどんどん強くなっているというのが現状であります。そうするとバランスが悪いというか、もっとね、地方都市や農村部に魅力を作る必要がありますよね。はい、その通りです。地方農村部にはですね、はい、例えば災害に備えてインフラだったりとか体制を整備するということももちろん必要ですし、交通網整備というのもとっても重要になります。で、そこにその農業が果たせる役割っていうのがやはりあったりもします、はい。で、例えば人が減ってきている地域と都市を農業でつなぐということによって、はい、人とサービスに新たな交流を生み出していこうというような試みもあります。はあ、といっても都心と郊外でね、交流するまではなかなかな気もするんですが、うまくつなげるんでしょうか。はい、そうですね。まずは農業っていうことの、はい、例えばそのハードルを下げていくっていうことをしていかなければいけないと思います。はい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 。先週お話をしました、はい、農業のスマート化だとか、そういうマニュアル化ということを通じまして、はい、農業に対するハードルを下げる。で、ハードにもソフトにも関わりたい人たちを支援する環境づくりっていうのをしていこうと思っています、はいはい。で、そうするとですね、農業分野において人手が少ない近郊地域と、場所と時間の制約から解放された都心、そうした働くことの需要と教育がマッチしていくんじゃないかっていうふうに考えています。へえ、そういった街づくりをしていきたいなというふうに考えています。もうそのあたりが石井さんのお仕事に関わっていくわけですよね。はい、おっしゃる通りです、はいはい。三井不動産としてはですね、昔から街づくりを通じて世の中が抱えているさまざまな課題を解決していこうというふうにしてきました、はい。その中にその農業の衰退やこれに伴った地域の人口流出という社会課題のために働きたいという人もいるということも分かっていましたので、そういった人たちの思いに応えるためにも、三井不動産ワールドファーム、私が所属しているところですけれども、はい、設立したという経緯もあります。大変な問題に取り組んでいますね、はいはい。でも街づくりに農業を取り入れるっていろいろな、ね、アイディアを絞らないといけないですよね。はい、ご指摘の通りです。その農業そのもののノウハウっていうのももちろん我々にはありませんでしたし、そういった中でですね、三井不動産ワールドファームという名前だけあって、はい、ワールドファームという会社がまた別にありまして、はい、三井不動産という街づくりの会社とワールドファームというもともと農業をやってた会社、この2つが組んでパートナーシップを組んで今やってるっていうような状況。そういうことなんですね。そうなんです。ワールドファームという会社は何をされていたんですか。これはもともと茨城だとか、はい、その他西日本でですね、野菜の生産と加工というのをやってまして、そこにノウハウを学びながら三井不動産としてのまちづくりのノウハウも投入していく。すごい、もう最強タッグじゃないですか。そうですね、そうありたいと思ってます。間違いないですね、はい。でも一緒にやるっていうのがまたお得意なんですね。こことこの会社をくっつけたらどうなるかっていう。そうですね、おっしゃる通りです。いろいろそのパートナーシップというのは我々もいろんな会社さんと組ましていただいてましたし、はいはい、常に二人三脚という感じで進んでおります、うんうん。でも今後を考えると若い人たちの関心が重要だと思いますが、そのあたりはどうですか。そうですね、コロナの影響もありまして、この都心に限らずですね、職を選んでいく、その、はい、つまりその都心に留まっていかなきゃいけないっていうことではなくて、はい、少し近郊地域に幅を広げてですね、若者から の関心が高まっているというような実感はあります、うんうんうん。でしかもですね、我々がいる茨城や栃木っていうのは比較的都心に近い環境、はい、近いですよね。そうなんです。それでありながらも農業ができる環境っていうのはとっても魅力的だなというふうに思ってます。確かに車で1時間ぐらいで行けちゃいますよね、はい。そうですね、茨城だったら1時間で行けますし、はいはい、栃木でも1時間半2時間ぐらいで行けると思います、うんうん。確か昔番組を、はい、栃木でされてたんじゃないかなっていうふうに思ってました。やってました。なんでご存知なんですか。しかも食に関する話だったかなと思うんで、いろいろ美味しいものがねあったんじゃないかな。そうです。栃木の食材、横澤夏子のハッピーキッチンっていうドッキリなんじゃないかっていう、はい、タイトルの番組わざわざ知ってくださって、すっごい美味しいものいっぱいありますもんね。そうですよね、栃木って。だけど、うん、やっぱり
新幹線に乗ってね本当1時間弱とかで行けますけど、やっぱ風景が一気に都心からバッと畑に変わりますもんね。そうなんです。そういったところもね結構大きな魅力だなというふうに思ってますんで、はいはい、でさらにですね、そのそういったあの都心から近くでありながら農村で働ける環境に興味を持っている人っていうのはすごくいるなって感じます、はい、でそれをさらに、まあ、私たちの取り組み、まあ、よく言う言葉なんですけど、はい、反応半サラって言葉ってご存知でしょうか。反応半サラ全然知らないです、はい、どういうことですか。まあ、もしくは反応半 X って言ったりもするんですけど、反応 X もっと全然わからないそうですね、まあ、半分農業をやりながら半分違う仕事をする、サラリーマンだったりとか違う仕事をするっていう言葉なんですけれども、はい、半サラリーマンっていうそういうことですね。え、 X は何ですか。あ、これは全く違う仕事、サラリーマンじゃなくても例えば半芸人さんとかですね、半芸とか、そうですねということもあり得る世の中になってきてると思ってます、はいはい。これはやっぱりそのコロナの影響もありますし、そのつまり都心にとどまらずに仕事を見つけていこうであるとか、はい、副業が OK になってくるっていう世の中の流れもありますので、はいはい、そういった新しい働き方とか新しい生き方の提案をしていきたいなというふうに思ってます、まあ、こういったこともあってですね、若い人たちに都心近郊だけではなくて農業ができる環境というのはありますので、そういった社会貢献につながる新しいライフスタイルっていうのをより提案していきたいなというふうに考えています。それどれくらいガチですか。全部全力でガチです。わー、ありがとうございます。そうですよね、週末農業するっていうのもね、ガチで週末農業するっていうわけですよね。そうです、そうです。いや、新しいライフスタイルですね。ちょっと反応半芸になれたら嬉しいですはい、頑張りたいと思います。ありがとうございます。さあ、3週にわたってお話をお伺いしましたが、最後に石井さんのこれからの夢お聞かせ願いますでしょうか。はい、3週間ありがとうございました。ありがとうございました、はい。で今回 SDGs っていうテーマでお話をさせていただきましたが、まあ、私つい最近結婚しまして、はい、これから新しく家族が増えていくってことになるんですけれども、はい、まあ、そういった、まあ、自分の子供だったりとかその先の世代がですね、まあ、農業に限らず希望を持って仕事を選べたりとか生き方を選べるような世の中にしていきたいなと思っておりますんで、はい、それに向けて頑張りたいなと。素晴らしい。ちなみに奥様の好きなお料理は何ですか。はい、炊き込みご飯です。あら、絶対美味しいじゃん素敵な力ある作ったことない炊き込みご飯、私ちょっと作れるように頑張ります。貴重なお話をありがとうございました、はい、三井不動産ワールドファーム総務経理部長石井雄一郎さんでした、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。横澤夏子、それ大事なことでございます。そろそろエンディングです。もう私の夢が見つかりましたよ。まず反応半芸ね、でちょっと農業やりながらちょっと芸人もやる、そして炊き込みご飯を作れる人になるすごい、石井さんのね奥様の炊き込みご飯すごいなんか想像しちゃって美味しそうでしたね。さあ、この番組ではお聞きの皆様からのメッセージをお待ちしております。あなたが大事にしていること、ちょっとしたこだわり、子供あるあるなど、どんなことでも構いません。また番組の感想やメッセージなどもお待ちしております。番組メールアドレスは横澤@1242.com、 横澤@1242.com、 横澤のスペルは YOKOSAWA です。またこの番組はラジオだけではなくラジコでも聞くことができます。タイムフリー機能を使えば1週間遡って聞くことができますので、今夜のトークが気になった方はぜひそちらもご活用ください。それでは今夜はこの辺で、また来週お会いしましょう。お相手は横澤夏子でした。